兵隊ヤクザ好きすぎる。いい映画だ。娯楽作品としてよくできている。勝新の大宮、田村の有田上等兵殿、最高の名コンビです。あらすじ。兵隊ヤクザは戦時中の日本軍部隊において反対性的なヤクザの男大宮が冷徹な軍曹有田との間で次第に奇妙な友情を育んでいく物語です。二人は次第に互いの強さと弱さを認め合い、極限状態の戦場で生き残るために共闘していきます。映画の舞台は東南アジアの戦場であり、戦争の過酷さだけでなく登場人物の心の葛藤や友情、敵対心が色濃く描かれています。この映画、30年くらい前はよくテレビでやってたな。日曜とか土曜の夕方は楽しみだった。有田のセリフにしびれる。第一作で砲兵隊の伍長に報復する時の有田のセリフにしびれる。おい伍長、貴様何年兵だ。俺は関東軍最古参古家の生えた5年兵だ。軍隊はなめしんこの数が物を言うんだ。ザガネの飾りが何になるんだよ。要するにお前は余計なことをした。その報復はさせてもらう。おい大宮、俺は関東軍最古参古家の生えた上等兵だ。のくだりのセリフがしびれる。有田上等兵最高です。高度な教育を受けていながら幹部を指南せず、腐れた環境にも感化されずにひたすらマイペースなところがクールでいいです。理想の人と聞かれれば心の中で有田上等兵と答えるさ。大宮の性格、大宮の性格がいい。基本的に上官も部下もないっていう考え方だけど、自分が信頼するに足る人物と分かると敬意をちゃんと表す。細川俊之が演じたエリート少尉との絡みも良かった。勝木隊の軍旗を奪い返しに単身的中に踊り込むなんて、大宮は義理がたい人物なんだ。大宮がむやみやたらに上官に反抗してるんじゃないところが良かった。大宮自身が見込んだら将校に対しても命がけで忠誠を誓うとこなんかが。テーマとメッセージ。兵隊ヤクザは単なる戦争映画にとどまらず、戦争が人間に与える影響、特にその非情さと矛盾を描き出しています。戦場における命の軽さ、権威に反抗する姿勢、そしてそれぞれのキャラクターが抱える葛藤が深く胸に響きます。また大宮と有田の友情は、異なる背景や価値観を持つ人々が極限状態で理解し合うことの可能性を示唆しています。成田美希を演じる青柳健平、いやなやつだったけど死に際はかっこよかった。青柳、俺は悪党だった。大宮、そんなことはない。有田、お前は生まれ変わったんだ。青柳、今度生まれてくる時も俺はまた悪党さ。じゃあな。その世代のじいさんって男な人が多い。水戸黄門、西村もそうだったけど死に方が侍だよ。悪役の時の成田美希夫は光る。脇もいい。最後の成田憲兵の死に要は悲しかった。細川俊之演ずる見るからにエリート少尉となぜか意気投合する大宮。若い頃の細川俊之がいかにもな青年将校役で出てるが、あまりの美形ぶりに開いた口が塞がらなかった。小松法政も悪徳将校で出てたけど同じ人間と思えなかった。上官役は神田隆、成田美希夫、小松法政、小池浅尾、内田浅尾、睦五郎など、いかにも悪役が似合いの役者がいるから楽しい。映画のスタイルとアクション、この映画は1960年代の日本映画特有のリアリズムを持ちつつもエンターテインメント性も高い作品です。特に戦闘シーンや緊迫感のある場面展開は視覚的にも観客を引き込みます。さらに勝新太郎のダイナミックなアクションは観客を魅了する要素の一つであり、彼の存在感は作品全体を支配しています。俺のおふくろ、俺のおふくろは兵隊ヤクザと悪名が大好きだと言っている。座頭市配置の気の毒さが見ていて辛いのであまり好きではないらしい。しかしおふくろはもう立派なおばばだし、父親がバクトだったというありえないザーな境遇の人だし、一般的な女性のサンプルにはならんわな。勝新の演技力、最初からシリーズ見たけど面白かった。殴られてボロボロになってもすぐ傷が治ってるところとか、トラック野郎シリーズ見た時みたいな分かりやすさが良かった。
はちゃめちゃなストーリーだが、最後まで見飽きるってとこがない。勝新の演技力もすごい。女と乳繰り合ってるところとか特に、あの表情と回路けすら感じる。今の俳優にああいうタイプの人っていない。今は女関係にだらしないとすぐに叩かれたりするからね。俳優なんて悪いこともいっぱいやんなきゃ味が出るわけないのに。影響と評価。兵隊ヤクザは公開当時から高い評価を受け、勝新太郎の代表作の一つとして広く知られるようになりました。映画のテーマは時代を超えて普遍的であり、現在においても戦争や人間関係について考えさせられる作品です。しかしも兵隊ヤクザを3回見たけど全然飽きないどころか、何回見ても面白いって。これって一体何？エンターテイメント性で見たら傑作中の傑作だと思う。まとめ。兵隊ヤクザは戦争の過酷さと人間の本質に迫る深いテーマを持ちながらもエンターテインメント性に富んだ作品です。勝新太郎と田村貴博の強烈な演技、そして緻密な演出が相まって時代を超えて愛され続ける作品となっています。戦争映画ファンのみならず、キャラクタードラマを楽しみたい方にも強くおすすめできる映画です。ご視聴ありがとうございました。